カップヌードルリフィル用蓋付きマグカップ。このマグカップはですね、こういったリフィルタイプのカップヌードルを入れて食べる専用のマグカップです。これはね、密閉されていてね、なんか宇宙食みたいな感じですけど、これはですね、他には、こういうねカップヌードルカレーとかね、あと日清ですからね、どん兵衛とかね、こういった感じでね、いろんなタイプのリフィルが売っています。それでは早速開けてみましょう。あら、テープが止まってるね。はい、こんな感じですね。特にね、保温性もないね、普通の薄い感じのプラスチックです。で、専用の蓋がついています。今のところ全部で6種類あるようですね。じゃあまずはこれを洗っていきましょう。はい、洗ってきました。じゃあ、まず今日はね、やっぱりね、ノーマルのカップヌードルを食べてみようと思います。お湯を入れて3分経ちました。はい、こんな感じで出来上がってます。それではいただきます。うまっ。当然味的にはいつものカップヌードルなんですけど、あの、ね、この持つとこね、これ案外いいですね。あの、すごく持ちやすいです。これを使い回しすることでエコだって言うんですけど、まあ最低10回は使わないと元が取れないそうです。で、まあご飯、まあ食事を取る上でね、やっぱりね、この容器ね、この器っていうのも大切ですよね。いつものふにゃふにゃの容器よりはなんかちょっとだけいい感じがしました。はい、そんな感じで今回はリフィル用のマイマグカップでした。再生 TV。